メルフェルデンバルドルフは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、グロースイコールゲイラウ軍に属す市である。人口3万4千人を超え、デュッセルスハイムアムマインに次いで、同軍で2番目に大きな町である。メルフェルデンバルドルフは、ラインマイン地方のマイン川下流盆地に位置する。ヘッセン州南部のフランクフルトアムマイン、ダルムシュタット、ビースバーデンの大都市トライアングル内にあり、 フランクフルト空港の南側にあたる。北部のバルドルフ区の中心と南部のメルフェルデン区の中心は約3 8トル離れている。両宿の間には種病栽培園と総合学校があるだけの空き地が約1 5トルある。広大なメンヒブルフ自然保護地区の多くの部分が市の西部にある。メルフェルデンの東、アウトバーン A5 号線沿いのオーバーバルベルクは 旧人海処理場のあった場所でグロースイコールゲーラー軍の最高地点にあたるメルフェルデンバルドルフは北は軍独立市のフランクフルトアムマイン及びノイーゼンブルク東はランゲン及びエーゲルスバッハ南はエルツハウゼンバイターシタット及びビュッテルボルン西はグロースイコールゲーラウナウハイム及びリュッセルスハイムアムマインと境を接しているメルフェルデンバルドルフは メルフェルデン及びバルドルフの二つの四区からなる。かつてはバルドルフの北東にグントハイムという村があった。メルフェルデンはロルシュコデックス中830年から850年までの間にマーズ・トナールトという表記で記録されておりフランク王国領に属した。メルフェルデンは時代とともに資料中に以下の表記で記録されている年マズフェルト 13世紀から14世紀、マーザベルト、1413年マーシフェルト、1550年、マーフェルド、1573年メイフェルデン、1614以降現在のモーフェルデン。メルフェルデンの教会は、1304年にはすでに、グントホール西教会を持つ、教区教会となっていた。メルフェルデン周辺は、中世には、ビルトバンドライアイヒと呼ばれる。 狩猟場の一部をなす広い森林地域であった。この狩猟場と帝国との関係は狩猟情報で規定されていた。これは1338年に皇帝ルートビヒホンバイエルンがランゲンのマイゲリヒトで制定したものである。この中でこの村は、いわゆる30ビルト風弁の一つマーザベルトとして記載されている。この村は公益路沿いの交通の便が良い場所にあったことから、 15世紀には税関が設けられるなど交易、交通の要衝に発展した。30年戦争がこの発展を妨げた。この村は何度も略奪され、荒廃した。その後ペストがこの町を襲い、1648年に戦争が終わった時には栄えていた交易地は跡形もなくなっていた。人口が 約500人に達したのはそれから何世紀も経ってからであった。18世紀末にメルフェルデンの人口はやっと約900人にまで回復した。1600年にメルフェルデンはヘッセンダルムシタットハク領となり、1806年からはヘッセン大公国領に属した。行政上、この町は1820年までアムトケルスターバフ派に属した。 このアムトは1816年からは、ヘッセン大公国のプロビンツシュタルケンブルクに属した。1821年に、大公国に、ラントラーツ別力制が導入され、メルフェルデンは、ラントラーツ別力ドルンベルクの一部となった。1832年に、さらに組織変更がなされ、クライスが設けられた。これによりメルフェルデンは、グロースイコールゲーラー軍に組み込まれた。 大公国のプロビンツ、軍、ラントラーツ別力は1848年7月31日に廃止され、レギー・ルングス別力に改組されたが、1852年5月12日に元に戻された。この1848年から1852年までの間、メルフェルデンは、レギー・ルングス別力ダルムシュタットに属した。その後、 今日に至るまでの行政改革のいずれにおいても、この町の所属は変わっていない19世紀にこの町はベッドタウンとして発展した。1920年代にメルフェルデンは労働者運動の画像となった。こうした発展は1930年代のナチ党の権力掌握によって終結した。第二次世界大戦後、1948年の通貨改革によりメルフェルデンは、 便利な住宅地となった。はじめは、被つい放射や難民の受け入れによって、その後は、継続的な人口流入によって、急速な人口増加が起こった。これは21世紀に入るまで続いた。この町は、1968年3月18日に、ヘッセン内務大臣により、市に昇格した。ワルド派の教会バルドルフは、1699年に、 ウォルデンシルカーラニーエイム・ガンドホフとして14、家族によって建設された。これについては、ヘッセン・ダルムシュタット・ハクエルンストルート・ビヒが30年戦争で、住む者が大幅に減少した土地に、ワルドー派を受け入れる、と説明している。この町は1715年から、現在の名前になっている。行政上の変遷は、上記メルフェルデン王参照のこと。 長年にわたる経済的苦境の後、フランクフルト、オランダ、イギリス、スイスの改革派組織からの寄付に助けられ、1804、5年にバルドルフに教会が建設された。ドイツ語の浸透は徐々にしか進行しなかったが、1815年には、新時でフランス語が使われなくなった。その後、1879年に、鉄道フランクフルトマンハイム線が営業を、 開始すると、この町はそれまでの農村からベッドタウンに変貌していった。しかし継続的な移住による発展は、両世界大戦によって阻まれた。1935年頃から1944年まで、バルドルフには強制収容所バルドルフ文書があった。1944年に、ユダヤ人の男女1700人がハンガリーから強制的に送置され、 フランクフルト空港で滑走路の拡張、修繕工事に従事させられた。こうした過去の一場面は初め忘れ去られていたが、1972年に興味を持った3人の若者が再発見した。この出来事は2003年の映画、ロルバーンのテーマとしても扱われた。2000年に、かつての強制収容所バルドルフ文書跡に記念碑が、混流され、 歴史学修路の出発点となっている。この記念碑は、この収容所で生き延びた女性の隣席の下サ作家ペーター・ヘルトリングの協力によって除幕された。第二次世界大戦後、多くの非追放者や難民を受け入れたことで、多くの問題が生じたものの、小都市へ発展していった。この町は、1962年に、ヘッセン州議会の議決によって市に昇格した。 メルフェルデン・バルドルフ氏は、フランクフルト・アムマイン氏からの合併要求の圧力の元、1977年1月1日に、ヘッセン州の地域再編に伴って、それまで独立した市であったメルフェルデンとバルドルフとが、法に従って合併して成立した。この町は1年間、バルトフェルデンと称していたが、新たに発足した市の委員会が、就業制当局に働きかけ、 1978年1月1日にメルフェルデン・バルドルフと改名した。バルドルフにある視聴者メルフェルデン・バルドルフは伝統的に労働党が強い土地であった。1933年以前、当時独立した町村であった、現在の領宿はドイツ共産党の画帳であった。NSTP は長い間メルフェルデンに地盤を築くことができなかった。 メルフェルデンバルドルフの市議会は45議席からなる。2006年3月26日の議会選挙でスピードは第一党の地位を失った。議席を伸ばしたのは1970年代から町議会に参画した DKP であった。しかし反対派は赤から緑連携を成立させた。フランクフルト空港の西滑走路に対する反対、運動以降、 緑の塔はメルフェルデンバルドルフのしっかりと地盤を築いている。市長は2007年からスピードの政治家ハインツ・ペーター・ベッカーが務めている。メルフェルデンバルドルフは以下の3つの自治体と姉妹自治体となっている広域文化遊歩道ユグノー派とワルドー派の系はフランスのルポエラバル及びイタリアのトリノからメルフェルデンバルドルフを経て ヘッセン州北部のバーとカールスハーフェンまで伸びている。全線8 0 0トルのうち9トルがオーバーバルト勢沿い及びバルドルフを通っている。オーバーバルト勢及びシュネプフェン勢沿いには、信仰と教団、中世の信徒活動と亡命、異国への到着といったテーマの解説版によって、バルドー派の歴史が紹介されている。ジーグリット・ジンエレッサク・ドライホヘとは メルフェルデン・バルドルフ市では人口あたりにすると驚くべき数の芸術作品が公共スペースに展示されている。人口あたりのその数は連邦平均をはるかに上回る。その背景と起源はバルドルフの芸術家、オットー・シャフナーが1998年に創設し、毎年開催される芸術コンクール、公演の彫刻に求めることができる。後に彼は、 他の芸術家と共同でコムナーレギャラリー、メルフェルデンバルドルフを開設した。このコムナーレギャラリーは、現代芸術の展示のほかに、毎年夏に公演の彫刻を主催している。成功して名声を得ている芸術家の中にも、かつてここに出展していた人もいる。例えば、E.R. ネーレ、ベールレーム、あるいはパフォーマンスアーティストのオットマール・ヘルルなどである。 公園の彫刻は地域を超えて有名なイベントに成長した。市の公共スペースに展示されている作品の多くはアーティストからの対応であったり、あるいは公園の彫刻との関連で市が手に入れたものである。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。